どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。ヨウムだにょん。魔理沙、今日はいろんな未確認生物の話を聞かせてほしいわ。陸と海の両方あるといいわね。任せといてくれ。それでは本日の話題は、18メートルの超巨大未確認生物の生け捕りに成功、捕獲された怪物たちの正体がヤバい、捕獲された生物は古代生物の生き残りなのか、について紹介するぜ。ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、巨大蛇のヤクママだぜ。主に、南アメリカのアマゾンに生息している伝説の生物だぞ。アルゼンチン、ブラジル、パラグアイなど多数の国では有名な話で、水の保護者の異名を持ち、見つかれば逃れる術はないと言われているんだ。アマゾンなら先住民の人の目撃情報がありそうね。伝説と呼ばれる話を伝えてくれるのは、古くから住んでいる人たちだにょん。ああ、先住民の人の目撃情報によれば、ヤクママは捕らえた獲物を容赦なく食べ尽くすという驚愕の証言をするそうだ。さらに、巨大な口から水しぶきを獲物に吐き出して仕留めるとも言われるんだぜ。かなり凶暴な大蛇なわけね。人間なんて大蛇の前ではひとたまりもないわ。さらに別の証言では、漁業に出たたくさんの漁師は、船と共に行方不明になると言われてるぜ。その後に状況を目の当たりにした他の漁師たちは、何かの生物の振動する音が聞こえてくるというぞ。近くに大蛇がいる証拠になりそうね。音が聞こえる範囲にいては危険すぎるわ。もしかしたら、多くの獲物を捕食したことで満足しているために襲われずに済んだのかもな。不幸中の幸いとも言える状況ね。あれ？大蛇、大蛇と言うけど、その大蛇はどれくらいの大きさなの？2015年にヤクママの捕獲情報があるぜ。情報によると人的被害は257人、動物は2325匹が捕食されたというんだ。その体長は約40メートル、体重2067キログラムらしいぜ。それが本当だとしたら、人類史上でも最強クラスの獣害事件になるわ。そんなヘビが今も地球上に生息してるの？とても落ち着いて生活できる気がしないわ。最悪な状況を打開するためにアフリカにいる英国王室特殊部隊を派遣して37日間の死闘の末に生け捕り後に退治したぞ。イギリス人の特殊部隊が活躍したわけね。37日間も戦い続けたのは本当にすごいわね。その大蛇の写真が公開されているぜ。周りにいる人間と比較してもいかに巨大であったかが理解できるだろう。少なくとも約12万4千人の人が共有している画像だ。人間より巨大な動物であっても、余裕で飲み込むことができそうね。今にも動き出しそうで恐ろしいにょん。でも、本当にこんな巨大な蛇が実在するの？二人がすごく驚いてくれた後に申し訳ないが、この写真は真っ赤な嘘だぜ。え、そうなの。どこにも間違いがあるようには見えないわ。あまりにも現実離れした存在だから、嘘という話なの？まず撮影された場所がアフリカとなっているが、ヤクママが生息しているのはアマゾン川であり、南米なんだ。そうよね。だってアフリカにいるイギリス部隊が、わざわざ南米に行くのは変だもん。大蛇を退治するのに必要と考えられたら、遠い国からでも派遣するでしょ。いや、そもそも英国王室特殊部隊という機関は、実在していないぜ。それに37日間も戦い続けて仕留めたにもかかわらず、大蛇の体には、その痕跡が確認できないんだ。確かにヤクママの体は綺麗なままだにょん。仕留めたのが理解しやすいように、写真に傷跡を写すべきだしね。それと世界最大の蛇と言われるオオアナコンダの体長は約5から6メートルだぜ。そして写真に写っている大蛇のサイズは、なんと約 1.5 メートルだと主張してるんだ。矛盾した情報すぎるでしょ。写真に写っている人間と比較すれば、もっと大きい大蛇であるようにしか見えないわ。それと写真に写っている大蛇の体の緑色の部分が、ぼやけているだろ。明らかに画像を加工している証拠なんだ。このように色々な矛盾点もあり、ヤクママを捕獲したという話はデマで間違いないだろうな。よかったわ。こんな恐ろしい大蛇が実在しなくて助かった気持ちだもん。未確認生物が大好きな霊夢にしては珍しいわね。多くの人間が犠牲になった情報を聞いた時に、無理だと思ってたから仕方ないわ。二つ目は、家畜や農作物に甚大な被害を及ぼしたとされる、タグアタグアラグーンだぜ。1784年に、南米のチリの首都、サンディアゴに現れたんだ。かなりどう猛な感じね。どんな特徴があるの？記録によると体長は約18メートル、足よりも長い爪。タグアタグアラグーンコウモリのような翼、体よりも短い足は約 1.2 メートルだ。体の半分くらいの長さの尻尾2本、縦髪は地面に届くほど長く、
牛のような耳は 3.6 メートルにもなり、耳元から口までは裂けているぞ。かなり細かい情報まで判明してるのね。さらに歯は30センチメートル、角も生えているぜ。まるで悪魔みたいな怪物だにょん。名前に関しては、タグアはスペイン語で象牙から過去で、正式な発音はタグアというぜ。ラグーンは湖や池の意味であり、本来の名前は生息していた場所の名前から名付けられているという考えもあるんだ。それだけ特徴が判明してる怪物なら、現地でも有名そうね。この怪物のことは、チリ国内でも聞いたことがない人たちも大勢いて、決して有名ではないんだ。しかし、1784年にスペインの研究者が怪物の絵をポスターにして、多くの人が知ることになり好評だったらしいぜ。存在感は半端ないもんね。約200点近くの絵が他にもある中で、かなりの異彩を放った存在となり、さらなる科学書や古典文学も展示されるに至ったぜ。人気が出るだけの存在感はありそうだわ。そして、1784年の記録によれば、タグアタグアラグーンが、農場において多大な被害を与えたんだ。だから、そのことに危機感と怒りを覚えた100人の男たちが、銃を持って立ち上がり、生け捕りにしたと言われてるぜ。18メートルもの巨大な怪物を捕獲したっていうの？正式な記録には、捕獲したという情報は掲載されていないんだ。だが、なぜかタグアタグアラグーンの絵を見たい人のために所在地が記載されているらしいぜ。それだけ絵が注目されたわけね。多くの絵が展示される、マドリッド展覧会がヨーロッパで開催されたんだが、そこにも掲載されて多くの人の目に入ることになったぞ。この展覧会は前代未聞の壮大なイベントでもあったぜ。本当にすごい絵だと認められた証だにょん。ちなみに他に展示された絵としては、サイクロプス、ライオン男、巨人、二頭または六本指の生き物、ヒゲのある女性など世にも珍しい存在が並んだぞ。怪物の絵を展示するのにふさわしい場所だわ。展示会の主催者である、ムルシア大学のハビエル・モスコソ教授と、科学研究上級センターのアントニオ・ラフエンテ氏が絵に対して発言してるぞ。その怪物の絵に関して、角の存在は怪物の明確な兆候の一つである、として重要性を感じ選んだそうだぜ。単なる怪物の絵として片付けられない存在なのね。だが、捕獲されたわけじゃないのに怪物の絵が誕生したのには、住民が抱く悪夢、恐怖、苦悩が生み出したものだと考えている人もいるぞ。その証拠に、他にも類似した怪物の絵は描かれていたからだ。人々の心が生み出した怪物というわけね。それと1930年に浮島の草を食べる牛の姿を見た人たちの間で、湖の中に牛を引きずり込む怪物の話が誕生したぜ。そして怪物を退治するために、専用の武装組織が作られたこともあるんだ。実際に目撃された生物というよりは、人々の頭の中で描かれた怪物が現実にいると考えるようになったのね。人間がどれだけ、自然に対して恐怖を抱いているのかが理解できる話だわ。三つ目に紹介するのは、エイリアンの卵だぜ。イギリス人男性が、発見したんだが、見た目がまるで映画のエイリアンで登場する卵みたいで恐ろしい姿なんだ。気持ち悪いわね。こんな卵は見たことがないわ。内側から触手みたいなものが見えるのも不気味だにょん。この卵が本当にエイリアンの卵なら、人類は破滅に追い込まれるかもしれないぜ。今にも飛びかかってきそうな雰囲気だもんね。正体は一体何なの？未知の生命体なのかにょん。正体は、エイリアンの卵ではなく、悪魔の指と言われるキノコだぜ。赤い触手のようなものが飛び出す前の姿は、粘膜に包まれていて、見た目はライチみたいでうまそうだぞ。これがキノコなのね。全然食べたいとは思えないわ。ちなみに毒性はないから、食べても体に害はないぜ。それに焼くと魚のような味になるそうだ。それでも、あの不気味な触手を見たら食欲がなくなるにょん。悪魔の指の由来は、赤い触手から来てるのかな？ちょっと惜しい意見だな。キノコの外観の写真を見てくれ。白い指に見えるわね。でも人間の指とは言えないわ。まさに悪魔の指という名前にふさわしい姿だにょん。このキノコが最初に発見されたのは1914年のフランスだぜ。だが、もともとはオーストラリアとニュージーランドに生えていたものを、第一次世界大戦の輸送の際に、列車にキノコの胞子がついて、欧米圏に拡大したと考えられているぞ。思いもよらぬものを輸送してしまったわけね。しかも、見た目が恐ろしい姿のキノコなんてびっくりしたと思うわ。四つ目に紹介するのは、海岸に打ち上げられた巨大クジラについてだ。
その写真を見てみると、周囲にいる人間との比較で、どれだけ異常な大きさかは理解できるだろ。クジラは大きいイメージがあるけど、ここまでの大きさだったなんて驚きだわ。いくら打ち上げられたとはいえ、不用意に近づくのは危険な感じがするわね。だが、この写真は本物ではなく、2枚のザトウクジラの写真を合成したものなんだ。実際の写真はもっと小さいクジラだぜ。これも合成写真なのね。見極めるのは難しいわ。実際の写真はどんな感じなの？本物の写真はこれだ。全然大きさが違うだろ。インパクトがまるで違うにょん。うん、このくらいのサイズならクジラっぽいわね。2017年11月にブラジルのリオデジャネイロのイパネマビーチの海岸に流れ着いたザトウクジラの腐敗した体だぜ。体長は約12メートル、体重は約25トンだ。ちなみに最大のクジラのサイズはどれくらいなの？最も巨大なクジラは、現在の世界に生息している動物世界の中で一番大きいとされるぜ。それはシロナガスクジラであり、体長は約30メートル、体重は200トン以上だぞ。じゃあ、ザトウクジラはどれくらいなの？体長は約18メートル、体重は約40トンほどだぜ。比較すると全然サイズが違うぞ。シロナガスクジラが打ち上げられたら、画像を加工しなくても本物を使えば良さそうね。そんな巨大なクジラが海岸に打ち上げられたら、一大事だとは思うけどね。5つ目は、インドネシアで捕獲されたと言われるトリケラトプスだぜ。捕獲された時の映像が公開されているぞ。すごいじゃん。正真正銘のトリケラトプスだわ。こんな人数で制御できるとは思えないわね。危険すぎるでしょ。でも、この映像は本物なのかな？だって本物の恐竜であるトリケラトプスの捕獲に成功したなら、世間大騒ぎでしょ。そう思えるよな。なんせトリケラトプスは約6800万年前に生息していた恐竜だから、疑う気持ちはわかるぜ。え、もしかして偽物なの？本物の生き物ならではの動きや皮膚感をしてるのよ。まず映像が撮影された場所なんだが、インドネシアのジャワ島の森という主張以外に、ブラジルで捕獲されたという声もあるんだ。捕獲場所で相違があるわけね。その点からして、確実にどちらかの主張が違うのは明らかだな。そして、このトリケラトプスだが、かなりリアルに制作された機械人形が正体なんだぜ。これがロボットなの？技術力の高さに驚かされるわね。このリアルな姿の映像は、一部の人間を信用させるには十分な破壊力があったぜ。しかし、過去に中国で制作された恐竜のロボットも、本物そっくりで多くの人が本物だと思った例が存在するんだ。そのロボット恐竜をよりリアルにするために、4人の男がトリケラトプスをロープで引っ張っていたわけね。恐竜の力強さを表現することにつながるわ。にもかかわらず、本物の映像だと信用して、しっかりと検証しないで世界に映像が流れてしまったぜ。しかし、発見場所に違いがある時点で、本物ではない情報が混じっているんだから、地道な化石調査などを行うべきだったな。じゃあ、映像を撮影した人の目的は、単なる宣伝という感じね。多くの人が信用してしまう可能性があるため、フェイク動画であることを証明するための映像も投稿されているらしいぜ。だから、インドネシアに本物のトリケラトプスは存在しないわけだな。本物かどうかを見極める力が必要になるわ。話題としては面白みはあっていいけどね。6つ目に紹介するのは、メガロドンだ。漁師の人が、古代に生息していた巨大ザメのメガロドンを捕獲したという話が出たぜ。確かに映っているサメは巨大なんだぞ。でかいサメだわ。まさに怪物ね。海中において敵なしの雰囲気があるわ。メガロドンが生息していた証拠となる化石は見つかっていて、最強の捕食者であったと言われているぜ。だが、映っているサメの正体は、メガロドンではなくホウジロザメと呼ばれる別のサメなんだ。初心者にとってはサメの違いなんて把握できないわね。巨大ザメなら、すべてメガロドンの認識になってもおかしくないわ。メガロドンは戦死時代のサメで、総重量が15トンにもなるんだが、投稿された写真には、パキスタンの沿岸で捕まえたと記載されているぜ。しかし、掲載されたサイト自体が、フェイク写真を使用する出版社だったんだ。偽物だと自供しているようなものね。掲載場所を変更すれば、信じる人は増加するかもしれないにょん。他にも迫力満点の写真が掲載されたが、出版社から多くの人はフェイクと考えたそうだぜ。なかなか数百万年前の古代生物を、現代で捕獲するなんてのは難しいわね。本当に現在でも生息しているのかが確認できれば、可能性はあるかもしれないにょん。7個目はネス湖で有名なネッシーだぜ。
1934年3月のドイツの新聞に、ネッシーの撮影と捕獲に成功した、という記事が掲載されたんだ。そんなニュースがあったのね。誰も捕獲に成功できずに、謎の生物だと思っていたわ。でも、一体どうやったの？ネッシーの研究チームが数ヶ月をかけて、ネス湖を調査していたデータを元にして、捕獲作戦を実行したんだ。その予測は見事に的中して網の中にネッシーを追い込むことに成功したんだぜ。捕獲されたネッシーのサイズはどれくらいなの？体長は約31メートル、体の高さは約 7.8 メートル、体重は約36トンだ。その捕獲の時に撮影された写真には、確かにネッシーみたいな生物が写っているぜ。よく捕獲に成功したわね。そんな巨大生物を捕獲できるような網を用意したのもすごいことだけど、本当なのかな？結論は少し待ってくれよ。もう一つ紹介したいネッシーの話があるからな。1972年に、ネス湖の近くのホテルの人間が、湖に浮かぶ巨大な生物を発見したんだ。連絡を受けた科学者たちは、急いで現地に向かったぜ。その巨大な生物がネッシーというわけね。さっきの捕獲が本当なら、ネッシーは一匹だけじゃなかったことになるわ。引き上げられた生物は、すでに息がなかったぞ。そして大々的に新聞でも報道されたんだ。このネッシーは、以前から科学者たちが湖に入れた餌を求めてやってきたという意見があるぜ。おびき寄せられて捕獲されたことになるわ。そのネッシーのサイズはどれくらいなのみょん？体長は約 3.6 メートルから 5.4 メートル、体重は約 1.5 トンで先ほど捕獲されたものよりは、かなり小さいサイズだな。見た目からしてアザラシとセイウチの中間のような姿だったんだ。この二つの記事で捕獲されたネッシーの話の結末はどうなったの？両方の記事で書かれた内容は、なんとエイプリルフールのネタだったそうだぜ。記事の内容は、真っ赤な偽物というわけだ。嘘をついてもいい日なら、誰も文句を言いにくいわね。単なるジョークとして片付けるしかなさそうだわ。でもな、1979年には、イギリスのサッチャー政権において、ネッシーの捕獲計画が立案されているんだぞ。国を挙げて未確認生物の捕獲に動いたことはすごいわね。でも、一体どんな方法で捕獲しようとしたの？訓練済みのバンドウイルカをアメリカから借りて、ハイテク機器を装着させて湖に放つという方法だ。イルカでネッシーの位置を把握しようとしたのね。その捕獲計画はどうなったの？結局は、実行されることなく終わっているぜ。実行に移しても勝算が薄いと考えたのかな。科学者たちと政府の間で意見が合致しなかったのかもね。なぜ実行されなかったかの理由は不明だ。でも、実行してたら、どんな成果が得られたのかが気になるところだぜ。8個目に紹介するのは、クラーケンだぜ。1500年以上も前から北ヨーロッパに伝わる、伝説の未確認生物だ。そんなにも古くから存在すると思われていたのね。今なら、話を知らない人がいないくらいに有名だにょん。世界中に知られるきっかけになったのは、1755年に、デンマークの聖職者であるエリック・ポントピダンが作成した、ノルウェー博物誌だぞ。その話の中でクラーケンは、船を沈める恐怖の象徴として漁師たちから怖がられた存在とされるぜ。どんな姿だったっけ？その姿に類似した生物は、イカやタコなどの長い足を持つ生物だぜ。しかし、全長が数キロメートルにも及ぶとされていて、島と間違えて上陸する可能性があるほどだ。クラーケンの名前の由来は何なの？ねじ曲がったもの、だぜ。これはクラーケンが海中から登場した時に、うねうねした腕で船を潰しにかかるんだ。その腕の姿を言い表した名前というわけだぞ。うねうねした腕が迫ってきたら、逃れる術はないわね。間違っても上陸してしまうことは避けないといけないにょん。そんなクラーケンを思わせる生物が、カリフォルニアの海岸に打ち上げられたんだ。そのサイズはなんと約50メートルにもなるぜ。でかいわね。周りに大勢の人が集まっているわ。こんな生物が近くの海にいるとしたら、海水浴なんて不可能よ。でもな、この写真もフェイクなんだ。一体どこに加工した跡があるの？実はこの写真の元となる写真があって、正体はクジラなんだ。写真の背景とかは、そっくりだわ。それに周辺にいる人も同じね。そうだぜ。つまり、クジラの部分を別の写真に写っているイカを加工して掲載したわけだな。しかも、同様の方法で別の生物を使っている写真もあるんだ。同じ背景で、クラーケン以外の生物に置き換えて使ってるってこと？この写真では、巨大な灰色の生物が写っているぜ。頭部には黒い口みたいな部分があって、イカの触手、巨大なヒレらしきものが特徴だな。さっきの写真に写っている人たちが、ここでも登場するのね。せめて登場人物だけは変更して掲載すべきだわ。
巨大イカの写真を見た人が、2枚目を見たら、すぐにバレるだろうな。最後に紹介するのは、アニメでも登場している狼男だぞ。1942年に、ドイツ兵が狼男を仕留めたという映像が流れたぜ。確かに狼男と言われれば、そう見えなくもないわね。俊敏な動きをしそうだわ。狼男の話は、世界中に広がっていて、16世紀のフランスでは特に盛り上がったそうだ。だが、狼男の存在は、未確認生物ではなく、信仰や物語で登場するだけの神話に関係したものなんだぜ。つまり、私たち人間の想像の産物というわけね。じゃあ、映っている狼男と呼ばれる存在はどうなるの？まず、この映像を撮影したと言われる、人類学史の教授である、ローマン・エール・リッキマンという人物の存在は確認できなかったんだ。存在しないはずの人物が、権威をつけるために、学者を自称したってことね。それと映像で表示されるロゴなんだが、これも公式には存在してないぜ。情報提供者の存在の時点で疑わしいのね。それと映像には、狼男が倒れている姿はあっても、見せ場である攻撃する瞬間や狼男の動く姿などが撮影されていないんだ。それだと単なる人形だと疑われても仕方がないわ。他にも怪しい点があって、写っている兵士の写真は、別々の写真から集めてきたと思われるんだ。兵士の写る姿は色合いも違うし、ちゃんと写っていない兵士もいるからな。まさに寄せ集めの兵隊ってわけね。狼男は、やっぱり物語の中で登場するだけの存在なんだわ。ああ、私たちの都合で、物語の外に出すのは控えるべきだぜ。では本日紹介する内容は以上だぜ。どうだった霊夢、病夢、感想は？世界には、いろんな未確認生物がいることを知れてすごく楽しかったわ。どれも本当に存在するとは思えないほどの迫力だったにょん。今後もいろんな未確認生物を取り上げていくから、楽しみにしていてくれよ。それじゃあ本日の、18メートルの超巨大未確認生物の生け捕りに成功、捕獲された怪物たちの正体がヤバい、捕獲された生物は古代生物の生き残りなのか、終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。